皆さんこんにちは。千葉県東金市出身新日本プロレス永田裕二です。千葉中央警察署から電話で詐欺に加担する少年に向けて、いいんだね言っちゃって、電話で詐欺に加担する少年よ、道を踏み外すな、安易に詐欺に手を染めるな、おじいちゃんおばあちゃんの大切なお金を騙し取るな、そのお金はな、おじいちゃんおばあちゃんの老後の大切なお金であり、可愛いお孫さんのおもちゃを買うお金なんだよ。おじいちゃんおばあちゃんを困らせたらダメだ、わかるか。詐欺に加担させられそうになったらすぐに誰かに相談しろ。親でも先生でもいい、警察でもいい、みんなで君たちを守るから、君たちに明るい未来が待っている。詐欺に手を染めて自ら明るい未来を閉ざしちゃダメだ。最後に言うぞ、千葉中央警察署管内に電話で詐欺に加担する少年の居場所はねえんだよ。たった一度だけチャンスだ、電話で詐欺に加担するな。以上、電話で詐欺撲滅、1、2、3、ゼア。